おはよう、まこっちゃん。相変わらずまこっちゃんと俺の会話噛み合わねえ。じゃあ、LINE 呼んでねえよな。11時半ってはっきり書いてんだからな。じゃあまずはそこを言うべきじゃねえ。噛み合わねえんだもん。奥さんとの会話って成立してんの、会話。喋んない。何？あんま喋んない？どうやって意思伝えてんの？普通に喋ります。いや、普通に喋んじゃんじゃん。あ？つぼめのうんこやられたんだけどさ。じゃね、やっちゃったって言って。あ？いや、なん？あれと思ったらつぼめの巣なんだろうって。ガラナバピッカーユニコーン。それもう娘飽きてますから、ユニコーン。そんなのあったの？知らなかった。気になりますね。あー、なんか赤味が、あの、なんか駄菓子、ほんとまさしく駄菓子の味。クロワッサン。あ、ドラえもんみたいな。ででででででみたいな。あ、うめえクロワッサン。おやつ、おやつ。あ、これいっぺんのこれ。これ、これ。Google の方は11時半って言ったけど、他のサイトだと11時なんだよな。どっちが正しいんだろう。何時なんだ？怖い。何にも書いてねえぞ。ちゃんとしてねえからさ、めっちゃ時間がさ、これだったらあれいけるよね、日立のあのお祝い神社だっけ。まあもう地道になっちゃったけどさ、俺さ、プロペラどっか飛んでっちゃった。あれいつ飛んでったの。プロペラいつの前が飛んでっちゃった。これあれいつ飛んでった。1個目買ってその日のお湯でヒューって飲んでした。かわいい。似合ってる。似合ってる。バッチリだ。女性の人も笑ってたね。あのお店の、お店とかの猿回しの人。うん。あと13分。初めて来ます。そう。で、最初なんかネットで見たら11時だったんですよ。で、あ、大丈夫？あ、ほんと？あ、はい。あ、やっぱじゃあ一番乗り。ちなみに動画長撮っても大丈夫ですか？あ、いいですか？シンプルに。便利。実はこれも気になってたんだけど。気になってたんだけど、やっぱニンニク挟み揚げのまま、後ろもどうしても。なんかね、うまいったりをしてた。え？何が？一緒の上に食ったんだけど。いただきます。これ、聞かせてくれたから本当に。できたとか。はい、これがあるでしょ。わかんない。すごいニンニンニクです。あんま、これ弁当で作っていいけど。マネコすんの？そうしますよ。さっきたぶんうまいよ。
レーうまい、うまいっしょ、うまい。今日お母さんに水やりしたか、水やり、うんね、水やんの、じゃあ邪魔だって言うんですか。あ、邪魔だって、まこっちゃんファミリーは崩壊してんの、それでも一応機能はしてんの。作ってもらえねえが自分で作るしかないけど、作ってもらえねえが自分で作るしかないけど、いや、いきなり変な話をぶっ込むよ。え、家でみんなでご飯食ってんだっけよ、家族で。それこそ奥さんのご飯食うんだっけよ。いや、作ってくんねえってのは何を作ってくんの。ニンニクを使わないじゃないですか。ニンニク嫌いなの。ニンニク製って娘で始まるか、嫁も始まるから、本に中に入れてくれる可能性は少ないんで、ジロー系行くと怒られるんで。ちょっと足んなかったな。あ、でも美味しかったな。なあ、美味しかったな。あれ？なんか安いっぽくなかった？あれ？本日定休日だってよ。定休日。なんだよ。なんだよ。なんだよ、定休日だっぺ、定休日。とた？なんで休みなんだよ。基本土曜日やってんだよ。不定休だから。食らった、思いっきり食らった。しゃね。反対だ。行くな行くな危ない危ない、行くな行くな行くな。反対車あるって、おい、おめえもう行こうとしたっぺ。いや、あの出方はなんか行きそうな雰囲気だったぞ。死ぬのかお前が、死にてえのか。だって車だってびっくりすると思うよ今。ショックだ。立ち直れねえ。やべ、かき氷やかき氷で対抗していかねえぞ。もうかき氷食いてえモードだ、モードだから。なんかいい感じだね。そうでもね。あー、ここわかる。なんかみんな写真撮ってたで、ここで。ただこれだけなんだけどね。あ、やんねえよ、恥ずかしいこと。まだ言われちまう会社員さん。バイバイ。バイバイ。バイバイ。え、あれすごくね、これ なんだっけ、あのラッタの巨神兵じゃねえよ、あのスキー、なんかすごくね、これ ラッタのあの変な空中、そうそうそう、なんかそれっぽくね、これさ単純だから、これすごくね、これなんか見えないタブーノクって書いてある。タブーノクって言ったんですか。あ、そうだねえな、それよりですか。うん、それなんか言われてる。うん、マコリンの頭でしょって、クリンクリン。ポルコ？あ、いるな。ポテン。ここだ。ここ。てか新しいよね、お店でこれね。絶対一人では言えねえよ。ここ。
かその前に入れるのかっていう話だよ。そうそう、入れるかあ、どこだ、ね、こんなのあこちゃん、これは知ってたの？見てよ、俺デザートしか知らなかった。デザート何これは簡単にいいわ。だってやって勝てる。これも完全にやってるの。あ、カフェでしょ。カフェでしょ。これもだって、なんか下振りのどんな人がお金してる。ベースにてんこ盛りじゃなくて、なんかもう生クリームが目立ってる。生クリーム、生クリームがもう嫌だからね。ハンバーガー、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 ハンバーガーは今クリームあったけど、いくらもらってますよね。シードーズバーガーも好き。今、何ですか。何も比べるものがない、比べるものがない。正解。めっちゃ聞いてるわけない。ハハハハ、何だ言うよ。これ分かる、分かんねえけど、あ、うまっ、あ、これうまいぞ。なんかよくあどっかであげやすい。まこっちゃん超 T シャツ似合ってんだけど。チェリーボーイ、チェリーボーイ。やべえ、うまそうだな。チョコだ、チョコ、チョコ、そっちへ行くの。はい、雨せーれ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 ー、ちょっとシロップ付けだったから、シロップ付け、どうだ、これ食べてみるか、これふわふわ。あ、それ知ってるよ。あ、うまいけどガリガリ君のソーダ味。入った瞬間さ、テーブルみんな女子しかいねえつは圧倒されたの。やべえ、帰りつかない。おしゃんと言いながらもきちった。めっちゃおしゃんと言いながら、バイク置くない、車も置かなかった。ただただただかき氷を食いたくて来ただけだ。ここから見えっかな、見えっかな。いつもさ、ここから折る分だけビーンって。ん？もういっちゃん。すごくね？なんかもう羨ましい。わ。わかんなかった。あ？マック久米って言ったからさ、じゃあいいよってさ、じゃあ近くって言ったらここの通りだなと思って、もう近まった。それでもあの、さすがのドーナツ寄って帰った。はい、んな最初から言えばもう。いおい、ドーナツリーちゃん好きなんだよな。はい。本当かい？すみません、これ5個入り2つください。うん、これどうする、1個ずつが食います。あと和ドーナツ1個ずつ、うまねえよ。半分食べてきて、どうだ、プリン出るよ。うん、プリン、あー、みんな発見発見発見、その人ありがとうございました。美味しかったです。